どうも、第91回のピンクゆるくミュージック漫談家の町浦ピンクです。夜の聖地でございます。来ました。あ、やっぱ落ち着くもんでございますけれどもね。親知らずをね、はい、抜きまして、お2日前に、はいはい、で歯医者行ったんですね、はい、で1ヶ月以上ぶりぐらいになってしまったんですよ。なんかこう1ヶ月間の間にちょっとなんかこう進行しちゃってるって言われて、虫歯が、うん、親知らずが虫歯になっちゃってるというので、はい、その先生が言うのが、どの道近々痛みますと、うん、それ分かっててね、この抜かないって選択肢はないじゃないですか、はい、でも本当に僕怖くて、歯医者がもう昔から、うん、小学校のね作文なんか短めに書けみたいなやつがあったんよ。それでね、俺歯医者の怖さを書いたことがあるぐらいあるぐらいなんです、マジで。キーンっていうあの音、はいはい、機械の音、ドリルの音を怪獣のガオーに見立てて書いてん、はい、怪獣が迫ってくるみたいな感じで書いたら賞取ったよ。賞ってそんな別に大阪の賞とかじゃなくて、そのなんか学校ので一番みたいな感じになって掲載されるっていう、はいはいはい、二宮金次郎像の横に貼り出されたことがあって、1ヶ月間ぐらい、すごいですね。それを、なんかそれをやったことがあって、それぐらい嫌いなのよ、はいはいはい、もうあの音が嫌いやし、そもそも分からんじゃない、なんかその時どれぐらい痛いのかって予想できないじゃない、はいはい、それが怖いのよ。うーん、なんか大体こんなもんやなって、もうなんかこう手数が分かってたらいいよ、向こうの、手数が分からんわけよ。だから麻雀とかね、ポーカーとかって言うても手数が、まあ、いっぱいあるけども限られてるから、はい、やりようがあるじゃん、戦略の立て方が、はい、敗者は無理なのよ。新たなカード新たなカードが出てくるわけよ。意見述べて、それに関してちょっとおしゃれな感じのね、なんか言い回し、おしゃれ、言い回しのこと言ってる、はい、そりゃおしゃれになりますよ。もう12年東京組んだりまで来て12年経つんやから、やれよ、赤坂や麻布や六本木や、そりゃいろいろ行ってますから、そりゃね、はい、田舎のお母ちゃん心配させへんぐらいにはおしゃれやわいや。まあでもほんまにそれは怖いくて、で麻酔してもらってやってんけど、あ、痛いってなったんよ。麻酔しても痛いってなって、もともと麻酔がまあしてても痛かったら言ってくださいねって言われてたからっていうので、なんか体勢的にね、左手上げにくい体勢やったんで、こっちに歯科衛生士さんいてみたいな感じだったけど、無理やりこうなんか竜の手ぐらいの感じでもう嫌やから、このまま行ってもうたら、もうもっと痛くなったら嫌やから、こうやってやっぱね、男は痛みに弱いっていうやん、女性は強いって、やっぱお子をね出産したりされるからっていうのがあるけど、弱いは、まあ俺はちょっと異常やけど、こうやって、あ、痛いですかってなって、でよりあの強い麻酔みたいなのをもう一回打ってくれて、もそれがまた痛い、でもこれ耐えたなと思って、それ聞かせてくれたら、あのそこからはよかったよかったけど、結局でも抜いてまうから、その麻酔取れたらまた感覚が戻って痛いじゃない、はいはい、でそれも俺もう心配なりすぎてさ、うん、もうここに先生いる時にこんな、もう首グイって全部伸びて、可動域もへったくれもないぐらいに伸びて、先生にこのあと後々麻酔切れたら痛いですかって猫だ猫なで声で聞いたら、なんかもう半分なやこいつみたいな感じもありつつ、先生が、いや、普通にめちゃくちゃ痛いってことはないと思いますよって言われて、その案の定ほんまそれぐらいですわ、はい、激痛ではないけど、ずっとやんわり痛いから、俺これ始まる前ロキソニンと胃薬飲んでた、これさっきのロキソニンやってる、そうです、もう集中でけんから下の奥歯でね、はい、でもまあすっきりはしたけどね、近々痛いこともないし、というのでね、ほんでもうそう、歯医者さんにはね別にロキソニンだけをいただいたんですけど、俺独自で前々から持ってるあのロキソニン飲んだ時の胃がちょっと荒れる可能性がある時のフォローの胃薬も、俺自分の独自の手札でちゃんとこっちの手札であるんで、ちゃんと飲んで、今を迎えたというわけなんですけどね、そうですよ、ほんま、まあまあちょっとね、まあ突然来たのが怖かったね、うん、違う、ちょっと違う
治療でというか、うん、行ってたのに、お結構来てますねみたいななって、はい、突如なんのがもうドキッとするわけね、うんうんうん、まあそんなこともありながら歯が痛いんですけれども、まあ耐えるしかないですよね。ちょっとねこの1週間はですね、あの大阪に帰っておりまして、はいはい、13日から17日、まあ、17日はほとんどまあ昼過ぎぐらいにも戻ってきたんで、はい、ほとんど戻りの日やったんですけど、13、14、15、16と行ってた、がっつり行ってた感じで、13日と15日のお仕事が大阪でありまして、はいはい、そういうことならということで、まあ、帰って、うんうん、で、まあ、嫁さんも15日の夜から大阪に来てっていうことなんですけど、うんはいはい、16日がね親父の誕生日やったんです、はい、で敬老の日やったっていうのもあってちょうどで、うちのおとん敬蔵っていうんやけど、敬蔵の日やとかでなんかえらいごちゃごちゃ言ってたわ敬蔵の日やな。で、本当にね、15日がねもう本当に嬉しくてね、小籔ソニック、お小籔和豊さんが毎年主催されてる音楽とお笑いの合同フェスっていうのに出させていただいて、もう芸人さんもいっぱい出る、まあ、ほとんどが吉本の芸人さんなんですけど、誰が出たっけな、他事務所で言うとヤーレンズ、あとヒコロヒー、まあ僕は会ってね、違う日だったんですけど、はいはい、2日間あったんで別日にヤーレンズとヒコロヒーがいたんかな、あともう一人ぐらいいたと思うんやけど、うん、っていうので、 ありがたい、狭いね小さい、まあ、他事務所枠で呼んでいただいてっていうので、まあ、小籔さんもともと R1 グランプリで初めてネタ見てもらって初めてお会いして、はい、で最終決戦の票も入れてもらえたっていうので誘っていただいたということでね、まあでも難しいというか、8分、あ、はい、5分8分10分ってネタ尺選べたんですよ、で5分っていうのも多分魅力伝わりきらんかなっていうのと、10分はやっぱりなかなかね10分やるのはっていうので間取って8分にしたんです。で僕のブロックがですね、出させてもらうトップバッター千鳥さん、お2番手僕、はいはいはい、えぐいやろ、その後なんですね。でそっからちょっと順番忘れたけど、藤崎マーケット、天竺ネズミ、かまいたち、ダイアンさん、中川家さんのブロックです、はい、えぐいやろもう生きた心地せえへんくて、もう前の晩はもうすでに実家に行ってたんやけど俺一人で、まあなんかこうゆっくりしたいんやけど、そわそわしてさ、何回もどうしようかなとかってちょっとノートとにらめっこしつつ、はいはい、どういう10分にやーとか思いながら緊張しながら当日行って、で新大阪でバスの迎えがあって、そのインテックス大阪でやるっていうことで、はいはい、新大阪からバスで送迎してもらえるっていうことで、俺一番先にバス乗り込んでたら、はい、続々と大悟さんとかダイアンのユウスケさんとか、はいはい、かまいたちの面々とか天竺ネズミさんは乗り込んできて、うん、で天竺ネズミとかまいたちと藤崎マーケットは同期なんですよ、はいはい、でもまあ僕全然吉本いた時期もないんで、もう本当に僕漫才やってた3年間の時にちょちょっとこう一緒になったぐらいの感じなんやけど、うん、それがねものすごい嬉しかったね。うん、同じだけ違う場所やけれども時を重ねて、やっぱ芸をやってた、お笑いをやってた人たちと、うん、なんかこう照れくさいんやけれども同期だよねという2人の認識の中、互いの認識の中こう再会するって言ったら、うん、ね、大げさかもしれへんけど、それが嬉しかって、かましたかったんやけど、なかなか自分が思うようにはちょっとかませなくて、まあ漫談はかましたよ、ベストパフォーマンスかませたと思うんやけど、なかなかこう伝われへんかった部分もあって、その後にこうその後残ってる人だけ小籔さんとエンディングのような感じでこう絡むっていう、絡ましてもらうっていうのがあって、はい、なかなかうまいこといかんかったもう全部小籔さんフォローしてくださったりして、でなかなかその使われへんと、いつまでそのこういうところを苦手とするんだろうっていうのとの葛藤っていうか、いや努力不足と言われればそれまでなんですけど、なかなか使われへんままちょっと終わっちゃった部分はあって、でも本当に感慨深かったし楽しかったし嬉しかったし、で天竺ネズミっつって、天竺ネズミが絡む時に、よかったら町浦さんも一緒に絡んでくださいって小籔さんの気遣いがあって、さっきちょっとなんか俺変な感じになっちゃったみたいなのがあって、人に町浦ピンクさんっつって個別に紹介してもらった時に、だからなんかそれをこう測ってくれたっていうかね、で
天竺ネズミと一緒にこうまた絡ましてもらわなくて、なかなかこう、はいはい、ね、なかなかこう前に出れずみたいなで、うん、ほんで締めにかかろうとした時にもうダイアンの津田さんとかが何も喋ってんやんけおいと か言ってくれてはったけど、でもまあ終始皆さんあったかったんやけど、だから悔しい思いもしつつで、クッキーさんとご一緒させてもらって、ジェニーハイ、あの小籔さんがドラムやってて、はいはい、っていうジェニーハイというバンドさんが、まあ、披露するというので来てはって、クッキーさんがで、クッキーさん4回目なんですよ、2014年ぐらいの時に1回僕が出てるインディーズライブで、はい、主催者の人があの野生爆弾さんをゲストに呼ぶっていうので、はい、でその時はもうご挨拶ぐらいですよ、うん、もう東京来て間もないし、もう僕自身の芸もぐらついててもうようわからなかったような時期ではあってっていうので、うわ野生爆弾さんやみたいな思ったのが1回目、うん、で2回目がその数年後にバッファローゴロー A 先生が主催してくれた大喜利ライブがあって、それのルミネ座吉本でクッキーさんとご一緒したっていう、うん、で3回目がついこの間なんですよ、2週間ぐらい前に、それも A 先生の大喜利のライブでご一緒してっていうのがあって、それ久々やったんですけど、でもう間髪入れずこの間小籔ソニックでお会いするというので、まさかのクッキーさんがあそこいたよなって言って、あの2014年のライブの方を一番先に言ってくれて、っつって、あれを僕いたって覚えてるんですかみたいな、覚えてるよ、そのすごい、お前自分が思ってる以上にすごいからな見た目みたいな、そんな変わってないしみたいな、覚えてるよみたいな、マジっすかみたいな感じで、それも嬉しくて、なんかね、あのお近づきならしてもらったのがめっちゃ嬉しくて、LINE、うん、交換させてもらってみたいな、はいはいはい、めちゃめちゃ嬉しかったんやけど、でもまあそういうちょっと感慨深い日でした、うん、本当に。でもまあね、明日もね、秋田であの高橋優さんがお誘いしてくれた音楽フェスなんですけど、ちょっとかましていきたいと思いますよ、うん、本当にね。でまあそういうことで大阪帰ったんですけど、まあここからちょっとね、あの両親の話をちょっとしたいなと思って、はい、やっぱりいろいろね出るんですよ話が。こんながっつり帰るのも久しぶりなんじゃないですか。がっつり帰るの久しぶりだね、はいはい、だからそもそも実家に泊まるっていうのがだいぶ久しぶりで、でやっぱりこのピウミでもある一定のお客様はですね、視聴者の方はその両親エピソードをちょっとこう楽しみにしてくれてる人もいるという認識なので、まあ本当に4日間でようそんな変な行動というか、が相次ぐなって話なんやけど、まあ、さっきも言った通り天竺ネズミ藤崎かまいたち同期やって言ったやんか、うん、はい、で同期なんよみたいな話を、まあ、おかんとおとんと俺と車で3人乗ってる時に喋ってたわけよ。おとんが仲はいいんやったっけみたいな言ってきたんで、いやいやあの全然知らんと、だから同期やけどもうほぼ一緒になってないから、もちろんこっちは一方的に活動見てたけど全然そのパーソナルのこととか全然知らんよって言ったら、おとんが、うん、あそうか俺は知ってたけどなと思って、話聞いてないのよね、なんか流れを一切、いやいや俺パーソナルのこととかそういう知ってはおるよそら存在はね、存在は、はい、その知らんけどなっていうところだけを切り取って、お父さん知ってたけどなよう出てるやん、いや知ってるよってなんで俺久々に帰った、そんな小さい車の中で3人な移動してる中でそんな大声荒げて切れなあかんの、ほんま切れたよ、いや知ってる、話聞いてるっつって知ってるよっつって、お父さん知ってるけど知ってたけどなんてどういう意味やねんとかいう、そういうことがありながら、はい、で嫁さんが一応15日の夜に帰ってくるっていうことで、16日が夫の誕生日やから、その前に帰る、うん、で16日せっかくだからどっか行こうっていうつもりで帰ってきたんや、はいはい、でもともとは両親にこうこうこうしようと思ってるみたいなプランは別に言わずに帰ったんやけど、はいはい、蓋開けたらさ16日己の誕生日よ、はい、息子も帰ってくる、息子の嫁も帰ってくる言ってんのに、急にねそのシュシュ犬がいるんやけど、トイプードルの、はい、シュシュがやっぱかわいそうやと、うん、言うんすよ、ずっと 家を開けたら、そんな過保護やったっけと思ってで問い詰めていったら、はい、原因、はい、ね、お父さん出ていかへんわみたいに言っててんけど、それの原因が、はい、シュシュじゃなかったん、え野球見たかったんもうリーグ優勝かかってる今ね、阪神のもう大ファンで、はいはい、もうほんまにもうすごいんやけど、
その今もう瀬戸際っていうか、もう誰どこが行くんやリーグ優勝みたいなところやから、もう最近毎日リアルタイムで見てるらしいのよ、はいはい、野球を。嫁さんと俺と帰ってきてる日、ほんでお前の誕生日ね、わざわざ帰ってくる時に、お父さんちょっと昼間はちょっと家にいますってはっきり信じられへんかったね。ほんでそれをやっぱその理由は気まずいっていうちゃんとしたなんか気持ちがあるからこそ、それを隠して、はい、またそのやっぱり可愛がってる犬のせいにしてるっていうのが、はい、本当に許せなかったしもう嫌ですわほんまに。でね、まあその16日夜はまあ開けてくれよということで、うん、でまあおとんおかんがちょっと焼肉をね用意してくれた、あの予約店ね、はい、予約してくれてて、でお父さんに対して、まあ、サプライズがあるというのでケーキをね、はいはいはい、おかんがネットで注文してた、あのタイガースのあの何て言うの、トラが入ってる、はい、あのタイガースと、はいはいはい、って書いてたろうそくで70やから古希なんよ、はいはい、70なって、はい、ね、まだ70っていう節目の、うん、何が野球やねんと思うんやけど開けとけボケと思うんやけど、で70ってろうそく買ってっていうのを聞いてたやん、はいはい、そのケーキは買ってるっていうのを聞いてたんやけど、まさかのその焼肉屋に車に行く時に、うん、おとんが持っててん、そのケーキサプライズ言うてたんちゃうんか思って、おかんもう抜けてもうてて、おとんに持たせてて、これお父さんのケーキやからちょっとお父さん持ってみたいな、マジでやばいやろ。ほんで着いた時にお父さんなんかこのケーキの箱をぶつけたから歪んでますいやいや、こればっかりおとんのせいちゃうぞと、持たしてるお前のせいやと思って、歪んでますつって開けたらもう考えられない一括にトラ、トラが、うん、トラが、うん、ティーガースみたいになってた、もう愛がグニャーになってティーガースのこれをティーガースのこのケーキを全員 で焼肉屋の人らに許可取ってて、はいはい、そのバースデーケーキ持ち込んでいいですか、ずっとさ、うん、ケーキのこと言うときにバースデーケーキっていいよね。だからバースデーのケーキ、じゃあサプライ、あ、バースデーケーキちゃうわ、ごめんごめん、サプライズケーキ、あ、ごめんごめん、サプライズケーキっていいよね。やっぱおかんが言うときに一個もサプライズしてたから、そういうとこほんま抜けてて、いやいや、もう阪神の話なんでバースがそっちに先に行っちゃったからもうそこ行ってもサプライズどうでもよくなって、バース、阪神といえばバースやから、バースデイってないバースの日、バースデイもバースデイやろいや、そうなんですバースデイもバースが生まれた日ではあるやろ何の話だこれ、何の話だこれシャボゾさんほんまにね、ほんまどんならんですよ。でそのね、まあその結局はそのおとんが野球見てる間、俺とおかんと嫁でヘップファイブイっていう梅田の、はいはいはい、でおとんのそのエクストララージっていうブランドあるじゃない、はい、あのエクストララージと阪神タイガースのコラボのジャケット、はいはい、めっちゃかっこいい MA1 みたいなやつ、高かったけどこれ出すわ言うて、はい、うん、俺で買って、でそれだけやったらあれやから T シャツの中のあのトラッキーがこうやって売ってて、このエクストララージって書いてめっちゃこれ誰を持ってんでいう、うん、いうやつ、うんうん、阪神タイガースのファンでもこのエクストララージとのコラボはなかなかこれはっていうの、うんうん、でもう俺もずっとお金借りたりとかいろいろ世話になってるからこういう時はっつって出して、ほんでまあ阪神百貨店行って、そこの阪神グッズはまあおかんは買ってた、うん、ほんでそこはまあしょっちゅうおとんとおかんでよく行くんやけど、よく行くところで買うなよってとも思ってんけどおかんがそこなんかキャップとか、うんうん、でそのキャップにもちょっと似合うようなジャケット俺はこうってみたいな、うん、はいはいはい、っていうので、まあ、その焼肉屋に向かって、うんうん、わけ、おとんがこのサプライズケーキ持ちながらセルフでそう結果これになるわけだけれどもで、まあそのバースデーケーキをまあ食べる前で、その後にまあプレゼントをこうやってサプライズ言って渡したんやけど、その前に一服行くって、俺喫煙ルームに一服行ったんよ。でその間に、まあ後で嫁から聞いてんけど、実はなっておとんが、はい、傭兵にサプライズあんねん、おいって言ったって、はい、帽子手作りで作ってこちらですすごいすごい、うわ、おー、このスケロクさんが作ってくれたこの、まあ、バッジをつけて、ええ、これをあのトゥインクルの
はいはい、洗剤の洗剤を、はい、ここの線またぐからで、まあ、わけはここに入れてあるかこんなキャップで、でマチューラピンクって書いてて、一応ここも寄せ文字にしてんのって、はいはい、あ本当だ、はい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 なんか寄せ文字の横書きはま見ないですけどねほんま思った横かえ思って、もうこれでええやん別に、はいはい、この片側のこれだけで変なんやから十分片側写真だけで変なんやから、はいはい、で横に R1 グランプリ2024王者ってまた違う時代で書いてるみたいな、こういうね帽子を作ってくれて、まあね、はいはいはい、こんな感じですわ。へえ、いいですね。ね、いいですね。僕さっきなんて言いました、おとんが手作りで作って手作りで作ったもんちゃうやん。そうなんかレイアウトして業者に出しただけでしょこれ。手作り言うのはお前、そうタタ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 から言うねんお前。やったんかお前タタタタタ言うて、もしくはギーコギーコ昔で言うと。いやこれですよ。まあこれはまあ外には着ていかれへんけど、これもうピウミでは絶対これ一番ピウミで一番最初にこれはもう見せようという、ありがとうございます、いうことですけどもね。いやこれはすごい。まあね、世界に一つだけの帽子歌ってくれるかな世界に一つだけの帽子寄せ文字横で書いている手作りと言い張っているどこの店先にも並ばないでしょうけれどもねまあそういうことは、まあまあ気持ちだけはありがたいんですけども、まあ、常に抜けとるんですけどね。まあそんなことですけど、まあそう、まあおとんもおとんやったらもうほんまにおかんもおかんでね、梅田行く前にね、おかんが、まあ、今65歳かな、はい、でもバリバリで運転してんのよ。なんか運転好きっぽくて、はいはい、うん、ほんで最近しんどいとかなんか見えにくいとかないのみたいな、うん、今日も気ぃつけなあかんで言うたら、全然ない、全然ない、もうあの時ともうあの30代40代のこと全く変わらんよ。それは嘘やろ思いながら何の強がりやねん思いながら、おとんはもう乗ってないねんて、あ、うん、もう乗れへんの、乗れへん、もうお父さん乗れへんみたいな、こんな感じ言うてて、ほんならもう今流行りの免許返納しや、うん、せえへんってはっきり言ってましたなんか嫌なんでしょうね。まあまあ乗れへんって決めてたらええわそれで、はいはい、うん、別に返納せえ、まあいろいろね身分証とかも多い方がええというのが分かるから、はいはい、まあ分かるんですけど、あ、そんな毅然とした態度でせえへんって言ってましたけど、でおかんがあの向かう最中にさ、3人で車乗ってる最中に、梅田やったらなとか言って、梅田久しぶりや言うて、あの梅田ってあれ梅田で有名なあの梅田のあの子知ってるって言うね、俺ら二人に、はい、分かるわけないやんけ梅田のあの子ってどういうことやね、梅田のなんか曲かユーミンかなんかの梅田のあの子みたいな、昔1982年ぐらいに出したやつかと思って、で梅田のあの子やん言うて、何何言うて、梅田のあの子、梅田サイファーの R 指定さんとかとかって言う、普通言うやん梅田サイファー、はい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 、で R 指定さんで、違うよそんなミュージシャンの人じゃなくて、まあ、歌を歌ってたけれどもとか言って、うん、なんか言ってんねん、はい、誰やっつって最終的に10分ぐらい聞いたら、はい、千秋さんやってんやんえ、大阪のイメージないやんって、ね、標準語のイメージやんか、はい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 、千秋さんが何かの情報番組で、はい、その梅田の古着屋に行ってたって分かるわけないやろ思って、梅田のあの子やんかってなんか言ってて、なんか有名らしいね、でも千秋さんがそこの古着屋御用達みたいなのは、それを梅田のあの子っつってんねん、これは難しいっすね、梅田の古着屋のあの有名なとかもう出てきてないの、はいはいはい、梅田のあの子でようその問題出せたなと思って変やわ思って、はいはい、でそんなことでまあヘップワイブ行ったんやけれども、ええ、でその日の次の日17日帰るっていう日に、はい、あのおかんの妹家族の家に行ったんですよ、はいはい、ちょっと1時間ぐらいお土産で思って、で俺またあのワインお酒好きな家族やからワインと焼酎持って行って、はいはい、で犬を飼ってんのよそこでね、はい、であのつながれ
結構その大きい犬やからその逃げ出してわーって外行ってもらうと迷惑かかるからってこう繋いでる時間があるっていうか、はいはいはい、で庭も割とちょっとこうあるような家でその、はい、エヴァっていうねんけど、はい、名前がでゴールデンレトリバーですよ。エヴァっていう名前のね、エヴァ男なんですけどあのオスなんですけど、で俺初めて見る。で嫁さんも犬好きやから犬猫好きやからもううわーなってもう可愛いもうか、うん、もうね撫でたらねもうこうやってもっとやってみたいな感じで、はいはい、可愛いのよ、うん、うわエヴァって初めて会えたねもう噂聞いてたここ 3,4 年ぐらいかな、うん、ずっと行けてなかったから、はいはい、エヴァー言うてうわかわマジで大きい犬ほんま可愛いな言うてもうなんか従順な目してるし、うん、もう、はいはい、でわーっつって可愛いなって言っててほんでちょっとあれやわって首を外すわって絶対噛んだりせえへんから言うて、はい、もうただのライオンなんですよねもうねなんかもう手も大きいしもううわーつかみかかってきたらもうドーンになってもうすごい目も走りざまも、うん、もうほんまにメスのライオンみたいな感じなん、はいはいはい、なんかそんなすごい迫力やな言ってうわーもう喜んで来訪があったからもううわー駆けずり回んのよでうわー行って俺らにはうわーって声来たりさとかねでなんかあのモナカみたいなそこのうちのおかんの妹の旦那さんがモナカをなんかもう雑にこう渡してたのでうわー言うて食うて暑かったからね、はいはい、あの美味しかったうわー言うてもう反響欄ででおかんのとこ最後めがけてうわー言ってこっといたこっといたー言うてるのよそんなはっきりこんといてこっといたー言うてるのよけどうわー言ってで俺らにはこう抱きつくみたいな感じやってんけどおかんに対してそのエヴァめちゃめちゃ腰振ってたんですよでおかん意味分かってないからそのいや何されてんのこれ言っても周り全員爆笑で女性として見られてるわほんでおもろかったんやけど写真撮ればよかったと思うねんけどブワーって腰振ってる時俺は笑ってるやん、はい、で笑ってる方見てんねんだからもうド変態みたいになってねエヴァほんでおかんがあー言うてすごかったわ言うてでまあおかんあれやでて腰振ってたで言うてもう嫌やわそんな言うてうわー言うてほんでうわーってさありがとうございます知ってくれてました今通る人がめっちゃこうやってくれてでもう嫌やわって言っててほんで帰ろかみたいなあったんよ帰ろかいやおもろかったなっておかんだけやから、はい、他にも女性いたのに、はい、そのねえ僕からしたらおばの息子の嫁さんとかもいたから、はいはい、女性はおるんやけれども、なぜかおかんだけ狙い撃ちでおばにも行かずバチェラーに、ね、バチェラーに選ばれたバチェラーにまさに今夜のバチェラーはほんでうわーやられてておもろかったなー言うてもうまだちょっと笑いが取れへんぐらいの感じでじゃあもうそろそろちょっと新幹線の時間もあるから行くわーって言ってたら帰り際のおかんをもう一発最後に帰んのか帰らすかーの腰の振りいやー言うてもおかんもさっきやられてもみんな説明したから分かってるからいやもう私そら犬ちゃうってって言ってました私犬ちゃうてっていうおかんの絶叫を聞くとは思ってませんでしたけどどうやら気に入られた今夜はお前みたいなね今夜はお前に決めたついてこいみたいな感じでしたけどねまあ犬とかねその動物は時にそれがあるんでもう俺動物園でも俺ゾウのそれをオスとメスのそれ見てもうてこういう顔になったことありましたすんごいゾウやーってなってたところからもやるかねっていうねそれも込みでまあおもろいんですけれどもまあねそんなどうにもならないような両親でございますけれどもまあある種アングルを変えればあ楽しげなハッピーな家族なんじゃないでしょうかというところでですね今日歌わせてもらうのは以前にも風の向きが変わってという曲で紹介させてもらったもののあわれさんのアングルという歌でございます無理やりつなげましたけどねそんな両親でもアングルが変われば楽しげでまあいい両親なんじゃないかということで歌わせていただきたいと思いますということで歌わせていただきますもののあわれさんのアングル
アングルが変われば、アングルが変われば、思ったより猫背だなって気づくかしら。アングルが変われば、アングルが変われば、願ってたよりいいところにいるかしら。ふに消えてゆくだけ、それならそれでも別にいいけど、この目に映った夕日が沈むには変わりないわ。アングルが変われば、アングルが変われば、思ったより猫背だなって気づくかしら。アングルが変われば、アングルが変われば、願ってたよりいいところにいるかしら。アングルが変われば、アングルが変われば、よりもっと複雑なことに気づくけれど、アングルが変われど、アングルが変われど、自分が選んだ目線は一つだけのままよっていう歌でございます。僕が断るごとに本当にあの勇気づけられてる曲です。あの辛いことあってもアングル変えようっていう、もうシンプルに励まされる歌、本当に大好きな歌、うん、でちょっと前にはなるんですが、モノラワールズ本当に僕大好きで、うん、あのザ・ビュッフェっていう5枚目のアルバムからが出て、マジで名盤やからぜひ聴いてください。どの曲もマジでええから、うん、なんかねかっこいいし気持ちいいんやけど、その裏にねアホやなって思う、そんなにめっちゃボケてるわけでもないねんけど、多分この人らアホなんやろなってめっちゃいい意味で思える、ちょっとくずって笑ってしまう歌詞とか、それをこうすごい気持ちよく伝えてくれるっていうか、でなんか寄り添ってくれるっていうか、その突飛なことというよりかはこう人が日々感じてる時に、うん、寄り添ってくれる、うん、日々生活してることに寄り添ってくれるような歌もめっちゃ多くて、とても大好きな、バンドなので、ぜひぜひ聴いてもらえればなと思っております。ということで、まあ、変な両親ですがアングルを変えてこれからも付き合っていこうと思いますということで91回目でした。ありがとうございました。何やねんこれ。